グルジアのヒンカリヒンカリとは、餃子に類似したグルジア料理の一種である。ジョージア国内各地で食べられており、山岳地帯のプシャビ、シェティ、ムティウレティ、ヘブスレティから広まったとされている。ヒンカリに詰める案には、地方食が現れる。本来のレシピを、ケブスルリケフサーライと呼び、ひき肉、玉ねぎ、唐辛子、塩、クミンのみの素朴な料理だった。それを、 現代の、いわゆる、からくりコリきキュリの場合、特に、ジョージアの都市部で作るレシピには、香味野菜に、パセリや、コリアンダーなどを使う。また、キノコ、ジャガイモ、チーズで、ベジタリアン用にも調理する。ヒンカリを食べるときは何もつけないか、黒胡椒で調味する。肉は火を通さずせいのまま皮で包み、たっぷり肉汁が皮の中に溜まるように、通常、ひき肉に塗るま湯。 またはスープを加えておく。食べるときは、小籠包と同様に、皮を破らず、肉汁をこぼさないよう、はじめの一口は皮を小さく噛み切り、唇で肉汁をそっと吸う。ひんかりの皮を閉じた部分はプリーツが重なり硬いため、普通はここを指でつまんで、柔らかい部分のみ食べ、つまんだ部分は皿に残してよい。マナー違反にならない代わり。 いくつ食べたか他の人にも伝わるかもしれない。クルジア語では、ヒンカリの閉じた部分を、しっぽくり、または、胃袋口と呼ぶ。ジョージア式のマナーでは、ヒンカリは素手で食べてよい。フォークやスプーンなど道具を使うとエチケット知らずと思われるか、もしくは子供っぽいとみなされる。美味しい肉汁を余さず味わうには、フォークで皮を破らない方が良いとされている。ムツヘタのほか ヒンカリを郷土料理として出す町は、ドゥシェティやパサナウリがある。ありがとうございます。